シングルシングル独身独身チーム、イエーイ。はい、皆さん、Welcome back to my channel! 皆さん、今日はスペシャルゲストをお呼びしました！どうぞー！ Hello！ Hello！ マリナでーす。こんにちは。はい、もう知らない人はいないと思います。そんなことないですよ。はじめまして、マリナでーす。はじめまして。実はマリナさんと私が会うのも初めてで、ね、10分前ぐらいに会ったところだ。はじめまして。はじめまして。Nice to meet you. Nice. いつも見ています。あ、こちらこそ、本当に勉強になります。はい。まあ、多分みんな知ってると思うけど、マリナさんはぽかぽかジャパニーズのチャンネルもありますよね。はい、ぽかぽかジャパニーズを、はい、細々と、無理のない程度に楽しくしております。はい。はい、あとは、ボンドリンゴの、インスタグラムのアカウントとかでも教えてますよね。うんうんうん、そうですね、そうですね、うん。ウェブページとかでも、はい、教えてます。はい、もう私は何もね、みんなに言わなくても多分もうわかると思うので。はい。で、今日は、マリナさんと Q&A をしたいと思います。はい。で、私もまだマリナさんのことあまり知らないので、たくさん質問がありますね。はい。で、あとはインスタグラムのフォロワーの人にたくさん質問したんですよ。はい、マリナさんにどんなこと質問したいですかで、ちょっと今日はたくさんね、もらったんですよ。300メッセージぐらい。すいません、そんな。もらったんでしたね。もらったんですけど、まあ、ほとんど同じ、はい、タイプの質問は、まあ、同じにして、はい、もう、どんどん質問していきますね。はーい。はい。じゃあ、まず、ナンバーワン。はい。マリナさんは、どこ出身ですか？はい。この質問は、柴村えりこさんから。あ、日本の方ですかね。柴村さんから、はい。柴村さんからいただきました。はい。はい、出身は、兵庫県の神戸です。はい。日本です。日本です。はい。時々聞かれませんか？日本出身ですかって。聞かれます、聞かれます、うんね。なんか私、時々フィリピン人とか。ね、確かに。そう、時々。髪型が、うんうん。髪型もそうなんですけど、一回ニュージーランドに旅行して、はいはいはい、めっちゃ焼けたんですよ、ね。ああ、確かに。ね、帰ってきて、ビデオ撮ったら、ちょっと黒光りしてた。素敵ですね、でも日焼け。そう、で、そのビデオのコメントに、あれミク先生は日本人ですか？フィリピン人ですか？って言われて。大阪人です。そうですね。先生も大阪だから、はい、そう関西チームですね。はい、チーム関西ですね。チーム関西。で、私はね、今大阪に住んでるので、普段は、まあ、完全に関西弁で話してるんですよ。だから、ビデオを撮るときは、頑張って、ああ、そうだったんですね。関西弁話さないようにしてるんですけど、あ、なるほど。そう、私、マリナさんのビデオを見たときに、関西人だと思わなかった。そうですか。うん、そう、標準語上手すぎて。ありがとうございます。勉強しました。標準語勉強しました。そう、関西人にとっては結構難しいですよね。うん、難しいですね。そう。アクセントが全然違うから。全然違う。テレビ見ながらすごいシャドーイングしたりしてます。すごい。日本語のシャドーイング。はい。そう、日本語の東京方言のシャドーイングしてましたね、うん。そう。私も頑張ったんですけど、まだまだなので。住んでるから、大阪にね。そう。難しいですね。うん、私は今東京に住んでいるので。もう何年ぐらい？それを言うと年がもね。年がバレちゃうんですけど、まあ長い。あ、まあ長い。長く住んでます。はい、内緒でーす。ちょっと曖昧に。はい、曖昧にしときましょう。曖昧にしときましょう。はい、そう、東京は長いので、はい、もう、関西弁も、ね、標準語も、はい、標準語も、どちらもですね。はい、多分、努力してます。I'm trying. もう一つの質問は、はい、東京の生活はどうですかっていう。あ、なるほど。それはお名前は？この人ね、名前ちょっとよくわからなかった。
から。読めない感じのタイプの。そうですね。はい。なるほど、なるほど。タイ語か。ああ、そうか。わからなかったので、すみません。すみません。なんだっけ、東京の生活は、うん、どうですか。どう答えればいいんだろう。うん、物価が高いですね。関西に比べて、物価高いですか？高いと思います。なんだろう。私、神戸しか知らないんですけど、神戸のスーパーと東京のスーパーと比べると、うん、果物と魚が全然値段が違うなって思います。そうなんだ。なんか兵庫って意外と森山の、なんか何ですか、農業結構してるから、うん、やっぱり安いんだと思うんですよね。あんまりその輸送しなくていいから。でも東京っていろんなところから運んでるから、うん、多分そこでお金がかかって、東京は本当に果物と魚が高いです。そうなんですね。あと、家賃も高いって聞きましたけど、高い！例えば、大阪とか、京都って、そんなに高くないんですよね。うんうん。イメージないですね、あんまね。なんか、だいたい、ワンルームだったら、5万円とか。安っ！本当ですか？そう。それやばいワンルームじゃなくて。やばい。やばいワンルームじゃなくて、地域によっては、結構安いところもあるから、そう、東京だったら、もっと高いですよね。そうですね。やっぱね、女性が住むってなると、オートロックとかって必要じゃないですか。なるほど。そう。やっぱいろんなね、事件もありますので。オートロックの、ワンルームに住もうと思ったら、やっぱ8万は最低でもするかなっていう印象ですね。最低8万なんですね。最低8万ですね。大阪最低5万、6万ぐらいで、まあ、いい。アパートだったら、うん、まあ、8万とか9万とかだけど、うんうんうん、やっぱり多分最低が、東京の方が高いね。そうですね。やっぱ綺麗なワンルームに住もうと思ったら12万、13万ぐらい出さないと無理ですね。死んじゃう。死んじゃう。死んじゃう。給料のね、だいぶ半分以上。家賃になっちゃうかもしれない。それ厳しいですね。厳しいですね。で、あと人が多いから、うん、アパートも小さいし、そうそうそう、高いし、ちょっと大変。大変です、ね。まあでも、便利。便利ですね、東京は。うん。何でもありますね。何でもあります。あとまあ、明るいので、怖くないですね、うん。あ、そうですよね、うん。夜歩いても怖くないです、ね。それは大阪も同じですね。確かに。うん、道頓堀とかも、ガチャガチャ知ってるじゃないですか。そうですね、そうですね。みんないますよね、夜でもね。そう確かに、大阪も、同じかも。でも大阪の道頓堀とか歩いてたら、うんうん、もう酔っ払いのサラリーマンとか、うんうん、もうなんか、こんな感じで、道の真ん中でこんなしてるおじさんとか。どういうことですか、それは。関西弁でた。どういうことですか、それは。頑張ってる。頑張ってる。私がちょっと関西弁を話すと、マリナさんに、そう、つい。映るんですよね。私が今映してます、ね。そう、なんか、もうどこに、なんか方向がわからなくなってる状態、なんか。あ、酔っ払ってってことですか？もうこのままずっとなんか、30分前もおじさんあそこにいたよね、みたいな。誰か助けてあげてほしいですけどね。そう、大阪はちょっと変なところなので気をつけてくださいね。ね、場所によってはね。うん、そうですね。あ、で次は、はい、質問じゃないんですけど、tell her that I love her. なんか好きだって伝えてくださいっていうのが、ありがとうございます。20人ぐらい。あ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。受け取りました。I accept it. I accept it. Your confession. そう。はい。みんな結構、tell her みたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。よくメッセージみんなから来ないですか？結構いろんな人から、インスタグラムとかでメッセージ来ないですか？そうですね。メッセージが全然見れてないので、メッセージ見てないんでわかんないんですけど、コメントとかでいつも皆さんに温かいコメントをいただきますね。本当に。ね、あ、マリナさんインスタグラムもね、してるので。あ、そうそうそう、インスタグラムしてて、そこでコメントのやりとり、時間の時とか皆さんね、してくださってるんですけど、なんか昨日も、この話してもいいですか？どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。昨日も、私がすごい子供っぽく見えることが、悩みだっていう相談をインスタにしたんですね。で、どうしたら大人っぽく見えますかね？アドバイスくださいみたいなことをインスタに書いたら、みんなすっごい優しいコメントをくれて、ご覧になりました？見てないです。どんなコメント来ました？なんか、いやもうそのままでいいよみたいな。
I like you just the way you are みたいなことを言ってくれて、甘い。もうめっちゃ優しいなと思って、そんなことで思い悩まないでくださいみたいなコメントがすごいあって、うん、みんな優しいですよね。みんな優しくて、もうね、うん、これ全部プリントアウトして部屋に貼ろうかなって思いました。辛い時に見て思い出そうかなって。優しさを。そう、でも、やっぱりこういうビデオとか作ってると、時々、ああ、もう大変だなとか思う時あるじゃないですか。ありますね、ありますね。そういう時にそういうコメント見たら、うん、よし頑張ろうって。思います。そう。明日も頑張ろう。だからみんな優しいコメントください。優しいコメントばっかりじゃないですか。優しいコメントばっかりですね。そうですよね。うん、そうそうそう。そう。お願いするっていう。くださいっていう。本当いつもありがとうございます。はい。そうね。感謝しかない。20人ぐらいからの愛のメッセージを。ありがとうございます。はい、まあこれはね、めっちゃプライベートなんですけども、ここ使わなかったら全然カットするんですけど、ちょっとプライベートなんですけど、はい、結婚していますかっていう質問が、ベンカットさん49 から来ました。かっこいいですね。はい、はい。結婚は今のところしてないですね。はい。私もしてないですね。イェーイ、イェーイ、シングル、シングル、独身、これ。独身チーム、イェーイ、はい。そうです。シングルです。シングルです。シングルパーティー。シングルライフ。シングルライフ、シングルパーティー。シングルライフ、シングルパーティーってのシングルパーティーしましょうか。シングルパーティーしましょう。ね、また、後ほど。はい。はい。ということで、結婚していません。はい、していません。した方がいいですかね。どうですかね。いや、結構でも言われます、私。うん。インスタのフォロワーさんとかから、結婚した方がいいですよ、みたいな。すいませんね、みたいな。でも一人でできることじゃないからごめんね、みたいな。そう。そう。ねえ。心配してくれてるみんな。優しい。優しい。ねえ。多分みんなね、アドバイスするのが好きだから、うんうん、そうですね。アドバイスイコール、た方がいいですの文法、うんうん、文系が入ってるから。そうですね。そう。結婚した方がいいですよとか、彼氏作った方がいいですよ。うんうんうん、時々私も言ってくれますね。気持ちすごい。わかります。ごめんね。ごめんながらいつも。次の質問は、はい。いつインドネシアに帰ってきますか？うん、なるほどね。なんかなかなか旅行で行くのがちょっと難しくてですね。なかなか休みが取れないんですけど、うん、なんだろう。だから旅行じゃなくて仕事で行けたらいいなと思うんですね。おー。あ、一回インドネシア行ってましたよね。私実は3回行ってるんですよ。あ、3回。そう。どこですか？最初は学会発表で、研究やってるので学会発表で、バリに行ったんですね。いつだろう、あれもう5年より、4年ぐらい前かな。行ったのと、去年は2回、ジャカルタに行きました。これはボンドさんのお仕事で。あ、ねえ、ジェロームさんも。あ、そうそうそう、ジェロームさんと一緒に。なんかマラソン、そう。走ってなかった。走ってました。去年の夏かな、秋かな。マラソン走ってて。すごい。え、ジャカルタマラソン。あ、そうです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 。駅伝。どのくらい走ったんですか？何キロだったかな？ 3 キロないぐらいを走ったという名の歩いたみたいな感じ。歩いたんですか？歩いちゃいましたね。歩いちゃいました。歩いちゃいました。マラソン、マラソンじゃないですね。そうですね。うん、まあでもね、最後まで行くことに意味がありますから、ね。そうですね。なんとか。ちょっといいこと言いましたね。はい。はい。はい、また帰ります。また帰ります。はい。私はまだ、インドネシア行ったことないので。あ、本当ですか？うん。いいですよ。あ、でも2月に、バリに、初めて行くんですよ。おー、旅行ですか？うん、いいですね。はい、なんか、ヨガ。うん、うん、行きました。え、なんか森の中のヨガですよね、有名な。あれ違う？え、なんていうとこですか？名前が思い出せない、思い出せない。でもなんかすごい有名な、なんだろう、ちょっと上でやるやつ。え、上でやるやつ。なんか日本語やばいですけど。割と日本語やばい。崖でするやつですか？崖？崖？崖じゃないかな。なんか建物が2階建てになってて、はい、周りはもう森で囲まれ、森に囲まれてて。そうなんだ。なんか私も名前の、ね、うん、場所の名前完全に忘れちゃったんですけど、うんうん、結構森の中でする。マジ一緒かも。リトリート。
ので、もしかしたら一緒かもしれない。かもしれないです、ね。ちょっとの全タイムを楽しもうかなと思って。また帰ってきたらお話聞かせてください。はい。でもジャカルタもいつか行きたいです、うんうんうん。はい。フォロワーさんがインドネシアの人が多いので、うんうんうん、ちょっとアピールしとこう。バリに行きますよ。じゃあね、次は結構シンプルな質問なんですけど、好きな食べ物は何ですか？はい。たくさんありますよね。どうだろう、うん。でもやっぱ最近ずっと好きなのはキムチですね。おー、キムチ。キムチずっと食べてます。キムチ鍋とか食べます？食べます、食べます、食べます。キムチ鍋を食べた後に、ご飯を入れて、うん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 。とろけるチーズをかけて、うん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 、キムチリゾット。絶対うまい。毎年、10回以上してますね。この季節。そうそうそう。いいですね。そう。キムチですか？私はね、アボカド。ああ、いいですね。ビタミンいいね。ビタミンいい。そこです。もう栄養素で見ちゃってるから食べ物。いいですね。ビタミンいいもそうなんですけど、アボカドとサーモンの。ああ、いいですね。アンチエイジング。アンチエイジング。そういう目線でしか見てないから食べ物。すごい、なんか、栄養めっちゃ言ってくれますね。意外とそう。すごい栄養。食べ物考えてます、ね。考えてるんですか？はいはいはい。ああ、素晴らしい。アボカドサーモン美味しいですね。私もよく食べます。私はなんか脂っこいから好きっていう。脂っこい、確かに。良質な脂。そう。そうです。だから好きなものはアボカドとサーモンのコンビです。はい、似合いますね。本当ですか。次は、好きなスポーツは何ですか？好きなスポーツ。はい、この人はね、フロエグザクリーさんです。そうですね、どうだろう。中学の時はバレーボールやってました。おー、そう、みんな多分知ってると思うけど、日本では中学校と、まあ、高校も部活動、クラブアクティビティかな、英語で、があって、授業の後に、まあ、スポーツだけじゃなくて、楽器を弾いたり、他には料理を学んだりとかします、絵を描いたりとかね。そうですね、そう、私はね、ソフトボール。おー、かっこいい。一応10年間。投げるやつ。10年間。え、すごい。そう、8歳から18歳までソフトボールしてました。すごいですね。めっちゃアスリートじゃないですか。アスリート。なんかソフトボールしてるときは髪の毛めっちゃ短くて、顔もなんかすごい黒かったんですよ。あ、外でやりますもんね。そう、だからあだ名は黒豆でした。かわいい。黒豆ちゃんって呼ばれて、本当に名前はどこに行ったんですか？もうミク関係なくて、黒豆ちゃん、あ、黒豆っていう感じ、なんか、はい、仲良さそうでいいですね。え、バレーボールは何年間ぐらいやってたんですか？でもバレーボールは中学の時の3年と、あと大学入ってから数年やってたかな。サークル？あ、そうです、そうです、そうです、サークルに入って。なるほど。あとは、最近バドミントンしてます。おぉ！道で。なんか、道でしてます。道で、友達と。そう、友達と、今からしない っ, つって、来てもらって。来てもらって。そうそうやってます。バドミントン結構燃えますよね。燃えますね。あと、手軽。手軽なのがいい。そう。うん、私、卓球。卓球いいですね。今度やりますか？今度やりましょう。今度やりましょう。卓球のビデオ撮りますか？あ、撮りましょう。楽しいかな、見てて。わかんないけど。でも楽しい卓球。なんか私の友達と卓球して、ちょっと100円とかかけて。買ったら100円。大人だなぁ。大人だなぁ。やっぱりお金かけた方が。燃えるからね。燃えるから。確かに。そうそうそう。ということで、好きなスポーツは、ソフトボール。まあ、してたスポーツはソフトボールとバレーボールで、はい、最近ハマってるスポーツはバドミントンと卓球です。Yes。はい。じゃあ、次の質問は、休みの日は普段何をしていますか？どういうことを言ったらいいのかな？いや、ありのままで。ありのままで大丈夫です。ありのままは、とりあえずまず寝る。うん、大切。そう、やっぱ平日忙しいですからね。うん、休みの日は、まず体力を回復することを大事に考えて平日すごい忙しいんだと思います、多分。ね、皆さんも忙しいと思うんですけどね。うん、あとは、研究。
あいつもない答えしか出てこないですよ。いやいやいや、あとアニメ見てます、アニメ。アニメ？はい、ご飯食べるときアニメ見てます、ね。おー。アニメ見てます。結構ね、見てる人たちもアニメ、好きな人が多いので、一番好きなアニメは、とか最近見てるアニメとか、ありますか？最近見てるのは、ずっと見てるのは、鬼滅の刃。あ、聞いたことある。多分、今一番人気ですよ。え？世界で。はい。鬼滅の刃？刃。なんかもうね、買えないんですよ。本屋さんで、売り切れで、今。そう。そんなに人気なんですか？そう。そう。もう、造反で。全然私、そういうの分からないので。あ、そうなんですね。そう。ちょっと勉強します。あ、いやいや、全然いいんですけど。私がもうずっと子供の頃からクソオタクなので。クソオタク？はい。ただのオタクじゃない、クソオタクなので、今も、はい。時間を作って、アニメや漫画を。おー、なるほど。本当癒しですね。癒し。ね、なんか、アニメ、ワンピースは結構ハマってたので、アニメって、なんか面白いだけじゃなくて、結構深い時あるじゃないですか。ありますね、ありますね。友情とか、ね。生き方とかね。生き方とか、モットーとか、うん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 、かっこいいなっていうのはありますけど、うん、ちょっとチェックしてみます。はい、鬼滅の刃。刃。鬼です。鬼です。鬼の話です。はい。はい、私は普段何してるかな？ね、何してます？私ね、最近三味線始めてたんですよ。かっこいい！いいですね。そう、まだ全然下手くそなんですけど、日本の楽器ちょっとね、勉強したいなと思って、めっちゃ難しくてね、なんか、こういうものを、なんて、名前なんだっけ？ベンベベンベンみたいな。そう。ベベンベンを使ってるんですけど、結構重たいんですよ。だからもう肩とか痛くなるぐらい、こう練習してたんですけど、まだまだ。そう、なんかギターと違って、あれがないんですよね、ここに、確か。なんか、ここはこの音ですよ、みたいなマークがこっちないんじゃないですか。ないです。そうですよね。そう。それが難しいな。だから結構、こう、感覚で覚えないといけないので。そう、あと何してるかな？あとは、ダラダラしてます。大事なことですね。一番大事なことだと思います。体力を回復するっていう。そう、あ、温泉。ああ、いいですね、温泉。温泉は最高。温泉は最高。そう。大阪だと温泉ってどの辺？箕面温泉とか。あ、行くのか。なるほどね。あ、いつも私の地元の温泉で、おばあちゃんとかと一緒に入ってるんですけど。ああ、なんか銭湯にもなってるみたいな感じ。そうそうそう。温泉の出る銭湯みたいな。そうそうそう。ああ、いいですね。私も家の近くにあってめっちゃ行きます。実家の家の近くにあって。そう。帰った時はめっちゃ行きます。日本人はもう、疲れた時は温泉です。サウナ、温泉。そう。この辺りだと、箱根とか。箱根いいですね。あと草津が好きです、私。大好き、草津。草津行ったことないんですよ。いや、行った方がいいですよ、本当に。無理してでも行った方がいいです。無理してすごい。行ってみます、行ってみます。普段ね、休みの日は、ダラダラしたり、テレビ見たり、アニメを見たり、しています。はい。はい、皆さんどうでしたか？ I had so much fun talking to Marina and 初めて会ったんだけど、本当に話しやすくて、本当にフレンドリーで、めっちゃノリがいいです、Marina。はい、だから本当は20分とか30分の Q&A にしようと思ってたんですけど、50分以上話してたんですよ。だからビデオがめっちゃ長くなっちゃったので、ちょっと半分でカットして、この Q&A はパート1にしました。はい、だから次パート2もまた20分30分ぐらいマリナと話してるインタビューがあるので、はい、また次のビデオを見てください。もう本当に本当に楽しかったです。もう Q&A の動画を撮った後も一緒にカフェに行って3時間、4時間ぐらい話してました。もうね、初めて会ったっていう感じが全然しなかったですね。はい。で、次のパート2のビデオもめっちゃ面白いので、ぜひ見てください。はい、じゃあ今日はビデオ見てくれてありがとうございました。See you! またねー。